ってきますって、肩くもんどったんだよね。どうもスカイピリピリイエーイということで、夏違う違うなんで夏といえば何スイカあー惜しい。かき氷違う違う、でも違う。あー分かった、今の反応で分かったぞ。アイス誰もいない、誰もいないもはや正解イエーイ。え、好きなアイスは何ですか。僕が好きなのは60円のチョコレートバー。あ、ホームランバー。60円のチョコレートの甘すぎず重すぎず、もうお風呂上がりに最高ぴったり。じゃあ何と何って一応比べていくから、どっちが好きって言っていい。あ、オッケー。スイカバーとガツンとみかん。うわスイカバー。スイカバー、なるほどなるほど。ガリガリ君とそうガリガリ君、ガリガリ君、なるほどなるほど。じゃあサーティワンとハーゲンダッツ。サーティワン今日はそのハーゲンダッツやっていこうと思います。シシこちらです、ハーゲンダッツ。このハーゲンダッツ系何個か分かる。10個。10個です。今回ハーゲンダッツ1キロ企画した。ハーゲンダッツの内容量が 110ml なんですよ。ってことは 1.1 キロだ、10個だ。そうですね、 1人5個くらいですよ。そうね、でもアイス大好きだよね。アイス大好き。じゃあ73でいける。64でいこう、64で。あ、いいよいいの。いいよ、そこはやっていきましょう。シシ1キロいただきます。じゃどれいく。あのさ、この中種類いっぱいあるわけですよ。定番のバニラですね、うん、そしてこちらストロベリー。俺ストロベリー好きだし、ひよくも好きかなと思って3つ買ってきた。っていうかストロベリーなんとかあるの。これカスタードタルト。ストロベリー大好きやん。で、こちら期間限定のキャラメルバニー油。これ美味しそう、うん、美味しそう。で、こちらバナナショコラータってなんかよくバナナ、バナナで、ショコラミント、うん、で、ソルティバタービスケット。美味しそう。これどうかな、ひよくん。ソルティビスケットとキャニラバニラ。おーおー、キャニラバナナショコラータ。あ、一番嫌なのストロベリー。俺ちっちゃい頃ママにいちご味だよって言うと食べられるけど、ストロベリー味だよって言われると食べれないやつ。なんでよ。なんかストロベリーの魅力が感じる。これいちごだったら多分美味しく見えるんだけど、まあでも3つで多分じゅんたも飽きちゃうから1個は食べるよ。あー、よかったよ。最初どれを食べる。まあ俺やっぱりショコラミントいくよ。じゃあ俺ストロベリーいただきます。まずえ、ミントは好き。嫌いではない。嫌いではない。だって俺31とか食べてた。そうそうそう、だよね。だからそのミントを買って。あ、いや、そうそうそう、必死やん。自分絶対食べたくないから。そう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 、いや俺食べたくない、まずや。ミントとバニラは食べない俺。マジでもミントっぽさないけどね、この感じだと。チョコミントも全く同じ。好きなの。うん、こうやって綺麗にはみ出くこの味するじゃん。さっぱりしてない。歯磨きもしてるじゃん。歯磨きした気分なんで。いや、これ食べて寝れば、これ食べて寝るんだったらある。あり、それで歯磨き効果あるなら。うん。テオ君次問答目でいくじゃん。テオ君の次は何っていう。バナナショコラータか。シシてか俺はそんな冷たいものが好きじゃないのかも。1個ならアイス食べるけどね。1個完食。もう聞いてね。キャラメル、すごいね。こちらですね、バニラっぽいのかな。キャラメルバニラ。キャラメルがすごいよ、すごいよ、キャラメルが。まつくんじゃないかくらいの。ちょっとついてるだけ。うん、うわこれ1個だったら美味しく食べるけど、これあと何個食べるんだろうって考えれば嫌だ。2個目が歩く。早っ。1個目完食。余裕やん。ヤッホー、ストロベリーカスタードタルトとソルティバタービスケット。イエー、完食です。よいしょ、ストロベリーいきます。いや普通に YouTube 楽しもうとしてる。俺はバナナサタイ探してるやん。これ入ってんの。これじゃない。チョコラミント、これアルコール入ってんじゃない。ほら、ほんとだ。これツルメが、ツルメが食べてるやつ。これアルコール 0.3%、これアルコール入ってんだ。うん、これで酔えるかってやつで。エイジこれで飲んだの。普通
プは飲んでない気がするけど。すごいね、なったとしても。え、だって釣り目一人でこれ行ってっからね。一人で行っちゃう。めっちゃ強いね。ジュース食べることを企画としてないもんね、もう。その上の、上を行ってるよね。大カットする。すげえチャッチーこと二人でやってる。大丈夫。1キロだよ。うちはうち。よそはよそ。ナイスガッツこれだよね。1万円企画、木下優香さんからしたらね。いいこと言った。これとこれだったら俺も終わりだよ。出ました。一番恐れてたやつ。俺のノルマもう終わりだよみたいな。完食よそらく完食です。ありがとう。今半分いったんだね、5歳。いやいや、4だから、これ食べて。これこれ、あすね。全体を考えて。自分だけの。確かに、自分だけの使えてた。キャラメル、2個目のキャラメル食べます。2個目のキャラメルを食べます。パン2個終わりました。お、え、褒めれてもらえるのかなと思って。ウキウキしてたら。これで今5個目だよ、これ。すごっ。5個目のアルク、すげえな、マジで。すげえ、お前やっぱりすごい、すごい。いいよ、じゃあ6個、6個やって、6個、6個やってあげっから。これいけんの？あ、じゃあこれいけんじゃない？いけない。藤枝いけるって、みんな藤枝いけないよ。みんなやめてよ。いけないよ。いけるよな。できるよな。え？藤枝いけるよな。できないよ。みんな藤枝食えるってよ。分かった、俺が食べるよ。藤枝なんだな。美味しくなさそう。開けた時スライムみたいな動きしてて。ギブ、これギブ。食えない、嫌い、苦手な味よ。これ一番こってりしてる。バナナとチョコ、これならまだこっちの方がいい。ズンズン、それぐらいいい。じゃああげる、両方。いや両方だ。いや、これ食べるのに俺一番嫌いでしょ。やつ、サグリふにゃふにゃ。俺押さえてる。ちょっと冷たね、指先冷た。体冷たいやん。体温下がってますね、兄さん。あざす。6個目完食。シシ待ってるね。いや、そろそろ。本当だ、静止画だ。不思議だね、人間って。あと2個で1キロ。1キロって大変だね。でもさ、大変か大変じゃないか、じゃないと思う。だってさ、ハーゲンダッツを1キロも食べれるって子供の夢やん。その夢を叶えて、で、みんなそれをいいな、僕もいつかやりたいな、っていう夢を与えててる動画。それ俺は今、いやいやそうに食べてる。そんな申し訳ないことはできん。こっから俺はどれだけ美味しそうに食べるか、見ててください。さすがだ、てよくん。さあ、美味しそうに食べるぞ。いただきます。バナナショコラ、期間限定のバナナショコラータですね。食べてみましょう。しつこすぎないチョコレートがバナナに追いついてくるんですね。で、二人で競争してゴールするのかなと思ったら、うわぁ、一口がでっうわ、飲んだ飲んだ飲んだ。結構美味しい。うん、天国。シシ、あと一個、あと一個にやるんだよね。チキラ、応援しようと思ったのに。確かに超応援であるね。うざくないこのコーナー。キースキー、うざいうざいうざい。結構ボランティア、ボランティア、ボランティア。どういうこと。どういうことそれ、警察に向かって言ってる。いや、ボランティアやろうかなって悩んでる子。行けっていうやつ。何、一番うざくない、これ。なんだろう、お兄さんに向かって、うん、お兄さん、お兄さん。なんか妖怪みたい、妖怪の子供に取りつかれたお兄さんやない、それ。言い方にもなくね。ええー、ええー、って全部うざい。
キース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 ボランティアボランティアボランティア全然意味わかんないシシあと一個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 頑張れ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 あとちょっとだよ。犬なんて名前つけたい？たまにいるじゃん、人間の名前みたいなつける人。モモ。あ、まあそっか、モモもそっか。普通なんかさ、カタカナ2文字とかさ、そんなんだけど、なんかさ、ゴロマルとかつける人いるじゃん。あれ意外と可愛いよね。可愛い、普通に可愛い。でもなんかそれに対してテレビで怒ってる人いたな。どうなんだろうそれは。どう思う？いや俺はいいと思うよ、犬も人間もつけたい名前をつければ。愛してれば変わらないからね。いい名前つけて虐待してたってね。チンポチンポで、ね、愛してるやつチンポつけるかな。めっちゃくだらんことを喋って完食しそうだよ俺。大丈夫？やばい。あ、終わっちゃった終わっちゃった。完食ー。いきなりこれでしょ。見つけるのはそれです。最後まで見てくれてありがとう。いやーにしてもハーゲンダッツはうまい。テオくんはサーティワンとハーゲンダッツならサーティワンの方が好きって言ってたよね。俺も。明日のスキャンピスはハーゲンダッツの蓋でめっちゃすごいブーメラン完成した。それでは楽しみに。ピース。